カーテンの隙間から日を浴びるジャン君です。おはよう。でもちょっと襟が後ろに行っちゃってる。これはもうしょうがないね。ジャン君、気持ちよさそうだね。部屋はちょっと涼しめ、そんなにすごく冷たくないけど、ちょうどいいくらいで、日に当たっていると気持ちがいいんでしょう、ジャン君。そしてですね、もう一つの話題としては、我が母がですね、1階で育てている朝顔がとうとう2階の窓辺で咲きました。ちょっとまだ下の方なんでね、本当はこの辺で咲くといいですが、このような状態です。もう一個咲きそうなんだ。やった。そのすぐ近くにジャン君がいる感じですね。ジャン君にとって朝顔の花はどんなことになるんでしょうか。別にっていうとこでしょうか。そうだね。時間があったらやりましょう。ちょっと僕はね、仕事が詰まったので、今日明日土日と頑張ります。行くよ、おお、すごいね。うわ。頭ドンって。頭じゃなかった今の。っていうか、でもすごいね、ジャン君。気をつけてね。ジャン君。すごいね、ジャン君。いきますよ。もう一回。お腹のあたりにやるといいかもよ。無理や、あれ。あら。あ、毛繕いになっちゃった。いくよ。やんくん。ほら。あら。もう一回。少し飽きたか。飽きたのかな。早いね。違うキャラだっクターて、にしてみようか。こいつ動かねえんだもんっていうことだな。ジャンク、ジャンク。気がついておりません。気がつきません。もう最初のテンションはありません。少し飽きてきました。往年のカエル。ダメだ。そしたら、それでもこんなもんでした。ガブガブ。あれ？はい、また来週。